皆さんこんばんは、いよいよキャンプが始まります。この時期になるとですね、もう僕ももう現場を退いて19年になりますけれども、なんかこうワクワクする、そういう時が来ましたね。タイガースオリックスはリーグで優勝しましたけれども、それ以外のチームはですね、もう本当に今年は、トップになるぞ、なってもらいたい、そういう気持ちでですね応援してくださってるんだと思いますね。そういうところでですね、まあ、僕ら解説者陣は、まあ、キャンプ地にも行くわけですけれども、まあ、どういうところを見るかっていうのをですね、皆さんにご説明していきたいなと思います。まあ、まずは監督、球団への挨拶、これも大きな仕事ですね。我々も取材に来てますよっていうところでですね、ご挨拶をする、これも非常に、大きなことですし、新しい監督、コーチ、という人たちにはですね、やはりちょっとお話を聞きたいなということで、グラウンドへ行って、まあ、話を聞かせていただくということが、これ大きな仕事ですね。そしてあとは新外国人ですね。この外国人が活躍するかしないかで本当に順位が変わります。そういうところで外国人、どういう外国人が今年は来てるのかな、まあ、いろいろこうやって12球団見るとですね、かなり、外国人も変わりましたね。有能な人たちも来られてますので、そういう人たちがどういう成績を残すのか、それはやっぱキャンプでちょっと見て、この形なら可能性があるな、いまいちかななんて言いながらですね、やってるわけですね。それと、新人選手、まあ、ドラフトで入ってきた選手が中心ですけれども、そういう選手たちがどれぐらいのレベルの選手なのか、そういうものも見極めていくというのがですね、大きな仕事ですね。そして去年の成績をちょっと復習していきましょう。こういうような成績だったんですね。去年は、セリーグはタイガースが85勝、53敗ですか、貯金が32ありました。そして、パリーグの方はオリックスバファローズが86勝53敗、貯金が33。まあ、この貯金、そして借金、こういう話をしますとですね、僕の5勝4敗、そして4勝5敗ペース、この2つのペースが大体1位と6位の間ですよっていう話をするわけですよね。5勝4敗でいくと16クールで大体1シーズンが終わります。そうすると5勝4敗、貯金16。4勝5敗でいくと借金が16。この枠に去年はまらなかったチームが、セリーグはですね3チームいますね。タイガースは16の貯金以上、倍の貯金をしましたね、32。そしてヤクルトと中日がですね借金26、4勝5敗ペースよりもですね借金が10個ずつ多かったというね、ちょっとこれは負けすぎたなというところでした。そしてパ・リーグの方ではやはりオリックスがもうダントツでいったなっていうのがもうはっきりしてますよね。33の貯金、もう2位がロッテですけれども貯金が2位、そしてホークスはもうゲーム差なしで3位、イーグルスともこれ 1.5 ゲーム差ですかで4位ね、ライオンズ5位ですけれども、まあ、借金12、2位から4位はですね、5勝4敗4勝5敗の中で、戦ってきたっていう4チームですよね。ですからオリックスはすごく勝った。そして、ファイターズは4勝5敗ペースよりもやや負けが多かったというね、そういう成績だったということがこの数字を見たら顕著に出てるということですね。はい、この特に借金をしているこのヤクルト、中日、そして、まあ、西武もそうですね、西武、日ハム、この4チームがこのオフの間にどういう補強をしていったのかっていうのをですね、まあ、見ていくのも非常に楽しみ、そういうところをですねちょっとこう細かく、細かくは今日はやりませんけれども、本当にさらっと見ていきましょうか。こういう選手が出たり入ったりしましたよってところでね。まず日本一になりましたタイガース。タイガースはもう本当に大きな補強っていうのはなかったですね。まあドラフトで、取った選手、これもですね、内野手高校生2人取ってますからね。このあたりはもう将来を見越して、長いスパンでチーム作りをしてるというのを感じさせる、余裕のチーム補強を今シーズンはしたなというのを感じさせたところでしたね。そしてカープはですね、外国人を入れ替えましたね。ターリーやマクブルーなどはですね、これ他へ行きましたね。そして、ハッチ、ハーンというピッチャー、これ先発とリリーフ候補ですね。ハッチは右で、1億2400万お金払ってます。ハーンは左ピッチャーリリーフ8760万、
そして内野手2人、まあ、外野もやれるそうですけれども、シャイナー、メジャー経験ゼロ、でも1億2000万出してますから、これ大きな期待してると思いますね。右でレイノルズっていう内野手、これは8250万取ってますね。まあ、この外国人が当たればまた今年もカープ面白いなっていうところです。そして、横浜 DeNA ベイスターズ、ここはですね、今永バウアー外、この辺りの本当主力ですよね。主力級が、まあ、バウアーはまだちょっと分かりませんけれども、抜けそうな気配ということになると、これはかなり苦しいぞっていう感じがしましたね。新外国人でウィックっていうピッチャー中継ぎ取ってますけれども、それだけではちょっとね、補強としては寂しい。あとは、森優衣と、あと佐々木千早、この辺りのピッチャーがですね、DeNA に移って、一気に活躍してくれるかどうか、そして、まあ、ドラフトの1位の渡来君がね、もう1年目からポジションを取るかな、なんていうのも楽しみの一つ。そして巨人は、やはりなんといっても阿部監督、どういう野球をやるのかっていうのも楽しみですし、ケラー、馬場が入りましたね。そして、ソフトバンクから高橋で泉、オリックスから近藤大輔、この辺りの選手がどうなのかっていうところですよね。はい、巨人の場合はピッチャー、特にリリーフピッチャーが、去年はかなり打たれましたので、ここを補強できるかどうか、これが一つ一番大きなポイントになりますね。そしてヤクルト、ヤクルトもそんなに大きな補強はしてないんですよね。まあ、ピッチャーでスパーダ、ヤフーレっていう先発候補と中継ぎ候補2人は取りましたけれども、まあ、あれだけ借金をして、いくつ借金したのかな、借金26、6位ドラゴンズとゲーム差なし、借金26したチームの割にはですね、ちょっと補強がこれでは足りないんじゃないかなっていう気がしました。北村匠海内野手取りました。これ北村がね、頑張ってもらわないと困るぞっていうような気がしますね。そしてドラゴンズはやはりちょっと今年はね、補強しましたね。なんと言っても中田翔ですよね。中田翔が4番でドカッと1シーズン支えてくれるかどうか、これが一番の大きなポイントだと思います。あとはまあ、いろんな上林が一皮めくれるのか、ね、山本が一軍で戦力になるのか、あとヤクルトから来た梅野、ね、中継ぎでしっかり投げ切れるかどうかね、あとは内野陣ですよね。やはり小粒すぎて、レギュラーでっていうにはちょっと寂しい内野陣でしたので、そこでドラフト2位で津田、3位で辻本、この辺りを取りましたので、この選手たちがどういう選手なのか見るのも非常に楽しみです。そういうところですね。そして、パリーグの方でいきますと、オリックス、まあ、3シーズン連続リーグ優勝はしてますけれども、エース中のエース、もう日本のエースですよね。山本由伸投手がドジャースに移籍しましたので、これは大きな穴になると思いますね。そして山崎幸也がファイターズに行った、これも大きいですよね。加入したところでいうと、カップから西川龍馬が入ってきたというところはプラス材料ですけれども、やはり先発で投げてた軸の2人が抜ける、それを今度は誰で埋めていくのかっていうのが見どころですね。そして、マリーンズはですね、ここもやはり外国人次第かなという感じがしますね。まあ、去年、2位にはなってますけれども、貯金が2です。70勝68敗。もう、ホークスも3位ですけれども、一緒。イーグルスも、マイナス1。ということはね、もうこの辺はもう順位は、まあ、2位でしたけれども、本当にちょっとの差で、争ってたチームなので、さあ、外国人が活躍するかしないかで一気にこれは評価が変わっていきますね。まあ、外は日本の野球長くなりましたから計算できると思いますけれども、あとのピッチャー陣ですね、ダイクストラ、フェルナンデス、コルデロ、この辺りのピッチャーがどういうピッチャーなのかで評価が変わります。吉井監督がですね、本当になんかチームのムード作り、これいいムード作りしてるなという気がしますよね。まあ、僕の知り合いの中にもですね、吉井監督の間はなんかロッテを応援したい、そういうような気持ちになるんだなんていうことをね、言う人たちが何人かいました。それぐらい、ロッテの球団のイメージ、これが非常にいいんだなっていうのを感じさせてます。まあ、ここが結果を残すか残さないか、まあ
内野陣が今度ちょっとなんかね入れ替えるそういう考えがあるみたいなのでそこも一つ楽しみですし、外国人の活躍がどうなのかっていうのが、まあ、一番大事なポイントですね。そしてホークスは何と言っても山川穂高ですね。まあいろんなことがあってごたごたしましたけれどもそのごたごたした中で山川がどれだけ、まあ、新天地で活躍できるかっていうのが非常に大きいと思います。そして巨人から入ったウォーカーも、まあ、どういう形で使うんでしょうね。まあ、DH で使うんであれば何の心配もないと思いますけれども守りがねそこまで安定した選手ではないのでどうなっていくのかなというのが気になりますね。そしてライオンズは山川が抜けた穴これをですねアギーラという内野手これアギーラこの選手がなんか良さそうなんですよね。 OPS768 これはかなり高い OPS 持ってますので、うん、これあのメジャーでの OPS768 はこれ大したもんですからね、まあ、2億1000万で、取った内野手アギーラ多分このアギーラがファーストを守って、クリーンナップを打つんだろうなとこのアギーラをちょっと早く見てみたいなという気がしております。そしてイーグルスは、ここは、まあ、日本でやってた外国人を他球団から、まあ、取ったということですね、ターリーカープから移籍ですね。そしてポンセファイターズのピッチャーだった2人が加入した、ということですね。で、まあ、まず勇気が抜けましたのでそこへ、今度は、則本を抑えにというような、ね、話も聞いております、この則本を抑えにしてそして、外国人の新加入ピッチャーが、まあ、中継ぎということになるんでしょうかね。そして、去年、借金22で、2年連続最下位のファイターズですね、ドラゴンズも2年連続最下位ですけれどもパリーグではファイターズが2年連続というチームなんですが今度はちょっと外国人すごい強化しましたよ、まあ、残留しているマルティネス あとロドリゲス含めるとですね、今回は8人体制、トータルみんなで8人いる。バーヘーゲンっていうねあの20年21年ファイターズでプレーした選手がメジャーへ行って、まあ、今シーズンもメジャーからのオファーがあったそうですけれどもそれを断って、ファイターズに来てくれた3億5000万ファイターズお金出したなと思います。そして、メジャー108本のレイエスとかねあとスティーブンソン、マーフィー、ザバラ、まあ、いろんな選手が来ました。もうこの選手たちの名前はなかなか僕は覚えきれないと思いますけれども、でもねあの素晴らしい選手が必ずいると思いますんで、このあたりを、まあ、見ていくということになると思います。まあ、僕は中盤以降に呼び名の方に行こうかなと思っておりますのでそれまではテレビあるいはダゾンとかねそういうものを使って、まあ、いろんな球団を見ながら、気になったところをですねその都度この YouTube の中でお話ししていきたいなと思います。昨日はタイガースのヘッドコーチ平田コーチとですね話することができまして、まあ、キャンプ前の忙しい時でしたけれどもまあ元気でしたね、まあ、ビールの飲み過ぎには気をつけてねっていう一言は言っときましたけれども、まあ、65歳になる年ですかね彼はね、その年齢でやっぱり現場で、こうやって勝負ができるっていうのはこれも野球人冥利に尽きるな羨ましいなと思いながら、お話をしておりました。あの現場で野球をできる喜び、ね、そしてありがたさそういうものを感じながらこのキャンプ勝ち負けはあんまり気にしないでずっと、まあやれる僕なんか選手の頃はもうこのキャンプ期間一番好きでしたね、もう体をしっかり鍛えればいいんだろうみたいなそういう気持ちで、1ヶ月いたんで、まあ、体を動かすのが好きだったのでそれでへばるとか、きついなんてあんまり思ったことがなかったんで、もうこの1ヶ月はですね本当に、考えようによってはですね楽な1ヶ月だなというふうに、感じるところがありました。でもやっぱり 1,2 軍スレスレの人そしてレギュラー取れるか取れないかの人、いろんなみんな目標がある選手ばっかりですからなかなかそんなゆっくりも考えてられないもう一日一日が大変だとは思いますけれどもね、まあ、やっぱり力のある人は必ず出てくるそういうふうに思いながらこのキャンプを見ていきたいなと思います。まあ、明日から始まるキャンプ、僕が感じたところをまたこの YouTube の中で皆さんにお伝えしていこうと思います。今日はこのところです。